それは。わからないんだ。わからない？戸籍に登録されていない人物なんだよ。外国人の可能性もあるが、国籍は不明。ただ、日本語を流暢に話すことから、日本で生まれ育ったらしいことだけはわかっている。二人の関係性については不明だ。接点があるのかどうかもわからない。ただ、瞳が一月ほど前、府中刑務所の面会人待合室で、翔子の姿を見かけたと、そう言っただけだ。翔子が会おうとしていた人物が、89号であるという確証はない。何しろ、府中刑務所には、2000人近くの受刑者がいるんだからな。だが89号は、翔子の名前を。俺は、名波翔子を殺した犯人を知っている。すると両者には、面識があったと考える方が自然じゃないか。ピュータは言っていた。初代のサイクロプスは二人いると。そのうちの一人は、熊倉組の元組長、熊倉ロハン。だがロハンは一年前、ビルから飛び降りて自殺を。残るは一人、服役中の89号ということになるわけだが。89号に今回の犯行は不可能。一連の事件が発生したとき、奴は刑務所の中にいた。ふむ。しかしながら、事件とは何の関係もないと断言することもできない。俺は、名波翔子を殺した犯人を知っている。あの言葉が確かなら、89号は何らかの形で事件に関与しているという可能性も。言うまでもないが、複数の人間を殺した殺人鬼だ。現在は府中刑務所にて、無期懲役の刑に服している。収監されたのは6年前。ピュータが言ってたな。彼は4件目の殺人を終えた後、警察によって逮捕されました。相棒、89号に会いに行こう。わかった。だが、わざわざこちらから出向いていく必要もないだろう。89号の方を呼び寄せるんだ。どのみちシンクすることになるんだったら、そっちの方が効率がいい。頼む。手配してもらえるか。任せとけ。わざわざ来てもらってすまない。いくつか聞かせてもらいたいことがあってな。協力してもらえると助かる。Thank you.
89号だ。本名を聞いてる。さあな、そんなもん忘れちまった。ブルキナファソ。ブルキナファソとは西アフリカに位置する人口1700万人ほどの共和制国家だ。くだらん冗談に付き合ってる暇はない。ああ、その通り。俺は6年前の事件の犯人、サイクロプスのうちの一人だ。まあ一応知ってるってことになるのかね。今から一月ほど前、翔子は受刑者と面会するために府中刑務所を訪れている。相手はお前か？ああ、確かに俺だ。何を話した？特に何も。嘘をつくな。ところが嘘じゃねえんだな。奴は話をするために俺んとこに来たわけじゃねえんだよ。じゃあ何のために？会うためだ。会う？奴はただ俺に会いたかっただけなんだ。多分な。だいぶ昔のことになる。具体的に何年前とかそこまでは覚えちゃいねえ。お前らの関係は？肉体関係。冗談だよ。ビジネスパートナーみたいなもんだ。わかった。それじゃあそろそろ本題に入ろうか。2日前、お前は捜査本部に電話をかけてこう言った。名波翔子を殺した犯人を知ってると。うん。誰だそいつは？おいおい、ちょっと待てよ。まだ取引は成立しちゃいないぜ。本当に釈放してくれんだろうな？約束しよう。わかった。だがそいつが誰なのかを伝えるには前置きが必要だ。少し長くなるが構わないか？時間ならたっぷりとある。それじゃあ始めよう。これは一人の哀れな殺し屋の話だ。昔々あるところに正義感にあふれる一人の刑事がいた。ここでは仮に F と呼ぶことにしよう。F は世の中にはびこる悪という悪がことごとく許せなかった。F には親も兄弟もおらず、生まれた時から施設で育った。その施設で来る日も来る日も虐待を受け、その反動みたいなもんで、F はこの世に存在するすべての悪事を憎むようになったんだ。ある時 F は追跡していた一人の凶悪犯を港の隅へと追い詰めた。そいつは連続婦女暴行殺人の容疑で指名手配されていた。ああ、もう分かったよ。このナイフを捨てればいいんでしょ？はい。というわけで、その銃、下ろしてくれるかな？大丈夫だよ。他には何も持ってないから。おとなしく逮捕されてあげるって。知ってると思うけど、僕には入院歴があってね。しばらく特殊な病院でお世話。だから、捕まっても全然平気なんだよ。どうせまたすぐに出てこられるし。ああ、今度はどんなことして遊ぼっかな。考えるだけで今からワクワク。犯人は完全に丸腰だった。にもかかわらず F が刑務所にぶち込まれることはなかった。一応裁判にはなったが、
正当防衛が認められて無罪に。もしも真相が発覚したら警察の不祥事ということで大変な騒ぎになる。そのことを恐れた上層部の連中が証拠を捏造するよう所轄の人間たちに指示したんだ。結局 F は懲戒免職や停職といった処罰を受けることもなく、しばらくしてから何事もなかったかのように現場に復帰した。それが F にとっての一つの転機となった。これまで F を押さえつけていた理性のタガが外れちまったんだ。 F は次から次へと不義を働く者たちに対して天誅を下していった。 F は一人の暗殺者となった。雇い主も依頼人もいないスタンドアローンの暗殺者。強いて言うなら、クライアントは自分自身だった。 F は自分の中の信念に基づき悪とみなした者たちに対して恣意的な制裁を加えていった。しかしそれも長くは続かなかった。ある時 F は一人の極悪人 X を処分した。そいつは罪のない老人を騙して殺害し、狡猾なテクニックを使って遺産を巻き上げていた。だがその男 X の死を快く思わない人物がいた。当時の熊倉組の組長、熊倉ローハンだ。殺された X は熊倉組の幹部だったんだ。ローハンは部下に命じて犯人を突き止め、F を速やかに拘束した。少し調べさせてもらったよ。分かってるだけで18人クズどもを片付けたようだな。ところがどういうわけか刑事事件として立件されたものは一つもない。いずれも自殺か事故死、あるいは突発的な病死として処理されている。大した腕だ、恐れ入ったよ。どうだ、我々の元で働いてみないか。もちろんお前にはノーという権利がある。だがそれはお前にとっての最後の言葉になるだろう。秘密がバレてしまった以上、 F にはどうすることもできなかった。たとえうまくこの場を切り抜けたとしても、先に待っているのは終わりのない逃亡生活だ。 F はローハンの言葉に従うしかなかった。かくして F の自由気ままな暗殺活動は終わりを告げることになった。 F は熊倉組専属の殺し屋となり、ローハンから直々にコードネームを授かった。その名はファルコ。猛禽類のハヤブサを意味する言葉だった。ファルコは警察官を辞めたわけではなかった。昼は実直な刑事として働きながら、夜は組織の命令に従って暗殺を繰り返す日々。これまでの中陸とは異なり、そこに大義はなかった。相手が何者かも分からず、ただ言われるがままにファルコは次々とターゲットを始末していった。ファルコの心がすさみ果てるまでにそう時間はかからなかった。やがて時が経ち、数年前、心身ともに疲れ果てていたファルコは裏の仕事で大きなヘマをやらかした。狙っていた獲物を仕留め損ねて腹に銃弾を浴びたんだ。どうにか現場を離れることはできたものの、近くの神社まで逃げ延びたところでファルコはついに力尽きた。もう立ち上がる気力も残されていない。社殿の脇に背中を預け、ファルコは思わずうめき声を漏らした。その時だった。
ぼんやりと霞んだ視界の中に佇む女の姿を見つけた。おそらく助けを呼ぼうと思ったんだろう。女は慌てて携帯を取り出し画面の操作を始めた。と同時にファルコの耳に足音が届いた。複数の人間が駆け寄ってくる足音。追っ手が自分を探してるんだとすぐに分かった。ファルコはその場をやり過ごすべく女の体を引き寄せると、いきなり唇に。それがファルコと女との出会いだった。女は学校の教師をしていた。自分の住む世界とはかけ離れた職業。彼女と話をしていると仕事のことは全て忘れることができた。彼女はファルコと日常的な世界をつなぐ唯一の接点だった。それから何度か逢瀬を重ねるうちに、いつしかファルコの中に温かな感情が芽生え始めた。女の笑顔や優しい言葉は乾ききったファルコの心に潤いを与えた。気がつくとファルコはかつての自分を取り戻していた。これからは彼女のために生きよう。ファルコはそう固く胸に誓った。なるほど、足を洗いたいか。お前には随分と世話になった。いいだろう、好きにするといい。ただし条件がある。最後に一つだけやってもらいたい仕事があるんだ。何、大したことじゃない。ある女とそいつの娘、二人を片付けてくれればそれでいい。どうだ、簡単だろう。そう言ってローハンが見せた写真には一組の親子が写っていた。一人はファルコが神社で出会った教師の女、そしてもう一人は当時12歳になったばかりの彼女の娘だった。なぜ、どうして二人が。尋ねてもいつもと同じようにローハンが理由を教えてくれることはなかった。いずれにせよファルコがそんな命令に従うはずはなく、だが断っても別の誰かが二人を始末することは歴然としていて、ファルコは考えた。二人の身の安全を確保しながら同時に自分が組織を抜けるにはどうすればいいかと。しかしどれだけ考えても有効な解決策は見つからず、窮地に追い込まれたファルコは藁にもすがる思いで一人の人物に相談を持ちかけた。そして、なんで話をやめた。刑事ってどういうことだ。その話と証拠の件にどんなつながりが。今のは何の話だ。おい、答えろ。どんな取引でも同じだろう。約束が果たされるって確証を得るまで相手に全部手渡しちゃならねえ。与えていいのは半分までだ。話の続きが聞きたけりゃ今すぐ釈放の手続きを開始しろ。
そうしたら何もかも教えてやる。だってこいつはテコでも口を開きそうもないぞ。ピューター。はい。準備してくれ。準備って何の？決まってるだろう。シンクのだ。89号にはいつもの薬を投与しておきました。しばらくの間目覚めることはないでしょう。伊達さん、準備はいいですか？ああ。制限時間は6分です。分かってる。では始めましょう。よじゃねえよ。何寝てるんだ。寝てるから寝てるんだよ。なんで逆ギレ？ふにゃー、このラグマットめちゃくちゃ肌触りが良くて気持ちいいにゃー。なぜ唐突に猫？と、おふざけはここまでだ。さっさと捜査を始めるぞ。じゃあ立てよ。ここは左眼系か。ああ、間違いないが、なぜ89号、一体何を隠してるんだ。うわ、この緑色の、私は入れないようだな。どうしても隠し通すってわけか。往生際の悪いやつだ。ソニウムスキャン開始。どうやら緑色のものと対応しているようだが。スイッチだが、周りに茨が。神崎あやめだ。冬に咲くあやめで。聞いた聞いた。絵だ。絵だな。神崎あやめだ。通常の神崎あやめと同じ匂いだ。通常がよくわからないんだが。上品で優しい香りだ。何に似てるとかそういう情報はないのか？そういう情報をあの後探してみたが、ネット上にはなかった。ああ、そういうやつだったな、お前は。絵だ。ペンがないな。仕方ない。ここは私の地で。そこまでしなくても。
これで色が戻ったな。おい、相棒。血といっても人間とは違うんだ。そこまで心配されるようなことではない。そもそもここは夢の中だしな。だが血っていうのは、せめて別の言い方をしてくれた方が安心できる。例えば体液とか。それは逆に私が落ち着かない。電話だぞ、取るか。残り5分切りました。本だ。何かの液体が床にぶちまけられている。神崎あやめだ。うんとこしょ、どっこいしょ。それでもあやめは。やめろ、気が抜ける。抜けた。あ、せっかく抜けたのに。一応緑のものが消えたということか。何かの液体が床にぶちまけられている。飛び込めってお前、簡単に言うけどな。飛び込め、青春。飛び出せよ。まったく仕方ない。よっ。なんかごめんな。こんな時人は虚しさを感じるのか。何かの液体が床にぶちまけられている。何かの液体が。俺の足じゃないぞ。舐めすの間違いじゃないか。ん？これはワイン？もう少し確認をした方がいいな。もうやめなさい。何かの液体が床にぶちまけられている。何かありそうか。お、何かあったぞ。コルク栓。ああ、私のワインが。あれ本当にワインだったのか。どう見てもヘドロだろう。私のワイン味のヘドロが。ヘドロ認めちゃうのね。また電話だ。どうする？
選んだが、誰がかけてきているのか気にならないのか。気にはなるが、金を振り込めとか言われたら困るし。もっと自信を持て。お前は警官だぞ。まあでも間違ったことはしていないのか。少なくとも失敗はしてないだろう。ないですよ。急いでください。鍋だ。ほかほかの湯気が出ているが、中身はグリーンカレーのようだ。そら豆のポタージュスープかもしれん。煮詰めた青汁の可能性もある。スライムだったりしてな。亀の忍者が出てきそうだ。なんだって。かぶれと言ってるんだ。かぶるのか。よっと。大丈夫か。大丈夫だ。むしろ防御力が上がった。俺が心配してるのはお前の頭だ。私の頭は固く守られているが。本だ。よっと。この本に一体何の意味があるんだろうな。さあな、古本屋でもやってたんじゃないか。89号かか。本だ。行くぞ。どうした？いや。本だ。そりゃ。これで本当に89号が隠している秘密を暴けるのか？大丈夫だ。近づいてはいる。どこかへ行ったようだ。あの目は何か知ってるのか。つぶらな瞳だったな。お前どうかしてるぞ。ん？あれは瞳。瞳だ。何？キスをしなさいと言ったんだ。お前。こうか？これ何の意味があるんだ？俺の手足となって働く相棒は俺と一心同体なわけだ。うむ。
そんな俺の分身、いや化身である相棒が瞳にキスをする。ふむ、それはまさに俺がキスをしていることにならないか。ならんぞ。仮にならないとしてもそう考えることで俺の心と体の一部が温まるからいいんだ。お前、せめて心だけにしてくれ。あと1分もありません、急いで。頭蓋骨だ、胴体は見当たらない。お前に死者を悼む心はないということでいいな。ただのカルシウムの塊だろ。まあいい。すまん。これは誰の頭蓋骨なんだろうな。さあ、89号との関係も不明だ。なんだ本だ。はっ、これで何が解決するんだ。89号を追い詰めているんじゃないか。本を破ることで。俺も隠してたエロ本を水木に破られた時は相当参ったもんだ。そんなのと同じ理屈でいいのか。だって、もうダメだ、時間がない。くそ、ダメか。本だ。そりゃ、これで本当に89号が隠している秘密を暴けるのか。大丈夫だ、近づいてはいる。残り2分ないですよ、急いでください。本だ。この本に一体何の意味があるんだろうな。さあな、古本屋でもやってたんじゃないか。89本だ。行くぞ。どうした。いや、なんだ。うん、目だ。だて、何か知ってるのか。つぶらな瞳だったな。お前、どうかしてるぞ。ん？あれは瞳。頭蓋骨だ、胴体は見当たらない。お前に死者を悼む心はないということでいいな。ただのカルシウム。まあ、すまん。
これはさ、なんだ本だ。本だ。瞳だ。まあやってみるのは構わないが、硬いな。俺もだ。あ？すまん。本だ。はっ！これで何が解決するんだ？89号を追い詰めているんじゃないか？本を破ることで？俺も隠してたエロ本を水木に破られた時は相当参ったもんだ。そんなのと同じ理屈でいいのか？あと1分もありません。急いで。せい。緑の本。そんな名前の本なかったか？あるにはあるが、これとは関係ないだろう。そうか、ならいいんだが。シーリングファンだ。サーキュレーターと何が違うんだ？サーキュレーターは局地的に風を送り、シーリングファンは全体的に風を送るんだ。おお。そりゃ痛い。ダメか。シーリングファンだ。こうか？お？おお。うわ！誰だ？もう30秒もないです！どうする？そこまでよ。伊達さん、大変です。ボスはどこだ？え？ボスはどこだと聞いてる。さあどこでしょう。今日は昼ぐらいから姿を見かけてませんけど。くそ。それより伊達さん、今のシンクの間にとんでもない情報が。ん？いいですか、
落ち着いて聞いてくださいね。瀬島の死体が発見されました。自宅の床の間に置かれた壺の中からバラバラに切断された状態で。そんな。見つけたのは家政婦で、警察に通報があったそうです。さらに重要なことがもう一つ、瀬島の顔には左目がなかったと。サイクロプスにやられたっていうのか。おそらく。どうするんだ、伊達。とりあえず瀬島のことは後回しだ。それよりも先にボスから話が聞きたい。もう一度オフィスに行ってみたらどうだ。ああ、そうだな。なんでいないんだ。一体どういうことなんだ。何がどうなってる。瞳は熊倉組の元組長、熊倉露伴に撃たれたのか。89号をかばおうとして。どうしてボスがあそこに。夢だからか。ただデタラメな光景が再現されただけだと。いや違う、そうじゃない。人は記憶にないものを夢に見ることはない。ということは、少なくとも89号はボスのことを知ってるはずで。興奮してんだよ。もしかしてあのダーツマシンで高得点を取ると何か手がかりになるようなアイテムが。そんな仕掛けが施されてると思うか。脱出ゲームじゃあるまいし。あのサイクリングマシンをこいだら何か手がかりが見つかると思うか。なあ、お前ってずっとそこにいるよな。もしかしてボスの秘密について何か知ってるんじゃ。シンクしてみるか。だっていい加減にしないとぶっ飛ばす。見つけたぞ。こいつは事件の謎を解くための鍵に違いない。だがそいつに合いそうな鍵穴はどこにも。
に隠し事なんかしやがって。あの墓石でぶん殴ってやりたい気分だ。ボスは無類のワイン好き。もしかして酔っ払って瞳の家に行ったんじゃ。酔ってるのはお前の方だろ。おい貴様、何か隠してるだろ。何も隠してなんかいないよ。そうか、ボスは昔漁師だったのかもしれない。だったら何なんだよ。わかったぞ、ボスはきっとラジコンなんだ。本当は成功にできたロボットで誰かに操られて瞳の家に。だて、とにかく落ち着いてくれ。あのタヌキだ。どっかに隠された暗号文から他を抜けばきっと意味のある言葉に。で、その暗号文とやらはどこにあるんだ。ひょっとしてあの飾りゴマの中に何かが。 X 線で透視してみたが何も見つからなかったぞ。いつも決まってブラックだった。やっぱりボスは黒なんだ。ああ、そうかもな。もしかしてこの時計の針が何かを示してるんじゃ。何かって、好きで適当なこと言うのやめてもらえないか。アイボン、ハックできるか。やってみよう。セキュリティロック解除。侵入する。いくつか動画データがあるな。つい最近、ほんの数時間前にアップされたものも。開いてくれ。瀬島だ。なぜだ。どうして。ボス。
なんだよそれ。ちょっとな、未来からやってきた暗殺者風に登場してみたかったんだよ。どうせやるなら全裸でやれ。ここはブルームパークか。証拠の写真にアイスピックが刺さる。そうだな、母親のこんな姿。あっ、柱と一緒に出鳥かごだ。中には膨らんだゴムがある。それからその下に、余裕だな。それは心強い。ぐぬぬ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 。あれ、なんでだ。最初は重かったのに。しかし何も起こらないな。床の上にあるのはしぼんだ風船か。しぼんだゴムがある。頼むからゴム風船と言ってくれ。何を向きになってるんだ。わかった。でかいな。お前の胸もこれぐらいあったらいいのに。化け物かよ。人間のサイズじゃないだろう。まあ私は人間じゃないが。だったらいいから黙っててくれ。外に出られた。あの風船がキーになっていたのかな。とにかく鳥かごは外れたんだ。瑞希のところへ行こう。お前にはそこで超高速回転している馬どもが見えないのか。時間を止めれば行けるだろう。だから移動中は時間を止められないんだよ。そう。じゃあどうにかしてあの回転を止めないとな。伊達さん、残り5分切りました。パンダが浮いている。かぶる？こうかな。お前、それどうなってんの？私にもわからん。無駄な時間を過ごしてしまったな。いや、意外と楽しかったぞ。
パンダが浮いている。よーし、せい。何？すごいな、メリーゴーランドって飛ぶんだな。おい伊達、あそこ。イリス！そんな、なんでイリスが。どうやら凍りついてるみたいだが、一体どういうことだ。なんだ。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。ごめんなさい、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 ごめんなさい。どうして静かにできないの。ママを困らせてそんなに楽しい。ごめんなさい、ごめんなさい、やめて。あんたなんでいるの。あんたがいなきゃ全部うまくいってたのに。ごめんなさい。謝ったってどうにもならないのよ。なんとか言いなさいよ。私が悪いみたいじゃない。だって何よその目は。全部悪いのよ。あんたなんか、あんたなんか産まなきゃよかった。瑞希の声と、もう一人は。くそ、さっきから何がどうなってるんだ。相棒、さっきのが落ちてくるぞ。え？おせんべいになるところだった。江ノ島で売られなくてよかったな。あの凍ったイリスも気になるが、まずは瑞希だ。ああ、メリーゴーランドが止まってるうちに瑞希のところへ。メリーゴーランドの馬だ。瑞希だ。プレゼントか。あ、あれなら。瑞希、これで毎日メリーゴーランド気分を味わえるぞ。振動付きでシェイプアップの効果もある。プレゼントのセンスバグってるだろ。瑞希だ。伊達さん、残り4分切りましたよ。瑞希、聞こえるか。私たちが瑞希を守る。大丈夫だ、いつも一緒にいる。だから安心してくれ。そうだ、あのスピーカー使えないか。母親の声でならきっと。なあ、何か聞こえないか。携帯の着信音か。どこだ、どこで鳴ってる。
ダメだ、立て。これ以上は。大丈夫か？心の傷は癒せなかったみたいね。相棒、イリスの携帯に電話を。大至急だ。どうしたんだ突然。いいから頼む。俺だ、警視庁の伊達だ。今日お前と会った。あ、伊達さん、どうしたんですか？お前今どこにいる？自宅ですけど。だったら今日はもうどこにも出かけるな。戸締まりをしっかりしておとなしく家にいるんだ。いいな。理由を聞かせてもらえますか？理由なんてどうでもいい。これは警察からの命令だ。個人的な命令だろ。してくれませんか？断る。じゃあデートしてください。デート？約束してくれたらおとなしく家にいます。してくれないなら、そうだな、大きなキャリーケースをゴロゴロと引っ張りながら新宿の歌舞伎町あたりをうろうろとさまよい歩きます。わかったよ。わかんのか？それじゃあ明日楽しみにしてますから。いいか、一歩も外に出るんじゃないぞ。何かあったらすぐに連絡を。番号は？着歴に残ってます。大丈夫ですよ。何なの今の電話？ああ、ちょっとな。